奈良ナビ。サッカー J3 の4月の月間 MVP 最優秀選手に奈良クラブの浅川隼人選手が、月間優秀監督賞にフリアン監督がそれぞれ初めて選ばれました。J3 の月間 MVP に初めて選ばれた奈良クラブのフォワード浅川隼人選手、奈良クラブ2年目でエースストライカーとして勝負強さを発揮し、先月行われた4試合で3ゴールを挙げ、初めての J リーグ挑戦で上位を維持するチームを引っ張っていることなどが評価されました。浅川選手は、決して一人ではつかむことができない賞なので、チームメイトやファン、家族に感謝したい。得点王を目指してチームや奈良のために頑張っていきたいとコメントしています。また、J3 の月間優秀監督賞にはフリアン監督が初めて選ばれました。4月は3勝1引き分けと負けなしで、しっかりとした守備組織を作り、チームを一気に上位に導いたことなどが評価されました。フリアン監督は、今回の受賞がまた一つの始まりと捉え、より一層チームやクラブの成長のためにハードワークしていきたいとコメントしています。続いては